エンジェルアイランド、神秘の宿る場所、奇跡の島、俺の故郷。俺はその守護者、マスターエメラルドと島に行ける者すべてを見守っている。といっても草とか動物だけだが、かつてここにあった文明は遠い昔に消滅した。俺は何でも一人でやる。それが気に入ってる。誰かに手を借りることもねえ。だがもし俺にこの責務がなかったらと思うこともある。なぜ俺は選ばれた。宿命ってやつか。遥か遠い昔、俺の祖先は自らのものではない力を奪おうとした。ただわからないのは、もともとこの力は誰のものだったのか。エメラルドの祭壇を作ったのは誰だ。そしてどこへ消えた。故郷を守るには、ここのあらゆる弱点を把握しておく必要がある。だがこの島を上から下まで調べ尽くしても、毎日新しい発見に出くわす。各地を結ぶ新ルート、別のエキドゥナ族の遺跡、そしてその以前にいた者の痕跡。大丈夫か、チャオ。任せな。はあ、へへ。ねえ。あ？おい、そこの、これだ。欲しかったな、これだろ。違うな。お？かなり古いな。他の遺跡よりもずっと。こうしろってか？どこだ。俺の島じゃない。エクマン、てめえの仕業だな。出てきやがれ。待ち伏せねえ。へ、上等だぜ。黒幕か知らないが、すぐ出てこい。怠慢でケリをつけようぜ。この俺が勝ったら島に帰らせてもらう。分かったか。誰だ。
俺は何でも一人でやる。それが気に入ってる。誰かに手を借りることもねえ。だが時には